皆さん、こんにちは、だなも。たなおじ、だなも。今日なんだけども、だなも。前の動画から、ああ、たなおじさんのプレイリストが知りたいです。で、お声をたくさんいただいたので、今日は僕のナイトルーティンをご紹介していくだなも。結構プライベート見られるの恥ずかしいんだけど、だなも。みんなにしっかり今日は僕の夜のルーティンをご紹介していくだなもね。ということで早速、行くだなも。はい、まずはたなおじ。お仕事から帰ってきただなも。通勤用のバッグはヒロアカを使ってるだなも。爆豪くんの脇がエロいだなもね。あ、お仕事から帰ってきて顔が疲れてますって顔してるだなも。まずはベッドで少しお休みするだなも。もう疲れたからね、ちょっともう結構体に来るんよ、わしの仕事。ということで、まずははい、悟りを開くだなもね。もう、たのおじ接客のお仕事をしてるんだけど、だなも。あいつらうるせえな、もうマジで。なんかクレーマー、マジであいつらなんか、御社の見解教えてくださいとか、なんかマジうるせえだなもん、マジで。もう疲れたなもんね、ほんと。クレーマーと遭遇した日はやっぱこうやって疲れて悟り開いちゃうだなもね。でも、寝てばっかりだとダメだなもだからね、運動もしっかり取り入れるだなもね、たのおじそういうところもしっかりしてるだなもね、本当に、顔がいいだな、今のショット顔がいいだなも、ということで、運動していくだなもなんだけれども、はい、たのおじ最近踊ってみたにチャレンジしたいと思っていて、ヒステリックバレットの振り入れをしていくだなもね、心臓を打ち抜いて、君を離さなヒステリックバレッツ。あ、決まっただな、もう最高だな、もう。ということで、ダンスの後はストレッチも欠かさないだなもね。なんかちょっと見た目宗教団体の儀式に見えるかもな、もだけど、これはちゃんと、ストレッチだなもね。しっかり、しっかり、指の先まで、たのおじ仕事から指ハートをたくさんするのだけどだなも、やっぱ指ハートすると指が凝るから、しっかり指ハートで、指ハートってしていくだなもね。大事だなもよ、みんなも指ハートする人は指の先まで凝るから、しっかり、しっかりこのやっていくの大事だな。早速、あれよ、これお食事タイム、島で採れた特産品のバナナかみかんかリンゴで迷ってバナナにしちゃったなもなんか、よろしく。ということで、バナナ、太くて大きくて綺麗でキワ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 なバナナだなもね。これピン取ってますかね、これ。はい、テクスチャー固めのブルベですね。ということで食べるだなもん。パクッ。あ、ちょっと険しい顔しちゃっただなもんね。ちょっとお行儀悪いんだけどだなもん。ご飯を食べながらみんなからもらった動画のコメントとかをよく見るだなもん。前回の動画好評みたいで嬉しいだなもんね。みんななんかこれ知らない人が表示されてチャンネル登録解除しそうになりましたとか言って、結構みんな明るめの暴言吐いてくれて嬉しかっただなもね。なんか暴言吐くと君のお家行っちゃうかもだなもね。あ、ちょっと野生っぽさ出ちゃっただなもね。湿気の01番だなもね。ということで、なんか食ってる途中で移動しちゃったなもね。これちょっと謎だなも。ということで、ちょっとやっぱ冬だからね、唇乾燥するから、唇のスキンケアご紹介してくだなも。たのおじ結構グロス塗るだなも。これ一番こぼれのセーラームーンだなもね。あ、ちょっとくしゃみ出た。くしゃみ出ただなも。ということで、セクシーシーンだなもよ、これ。大事。あ、かわいい。これ、ちょっと男子の視聴者さん、この映像使うなよ、これ、夜。な、お前ら、使うなよ、これ。セクシーだなもね、これ。アリアナ・グランデさんではないだなも。みんな勘違いしないでよね、だなも。本当にもう、唇も保湿したところで。ここで、メイクを落としていくだなも、やっぱり、たのおじ仕事から結構きつめにメイクするだなもね、結構しっかりめな、アイラインもアイシャドウもこの通り、しっかり引いてってるだなもね。だから、まずは、お風呂でオイルで落とす前に、シートでね、色素沈着をちょっと防ぐためにまずはアイメイクだけ落とすだなもね、本当にもう、ということで、ビオレの服だけコットン使っていくだなも、ちょっとすっぴん見られるの恥ずかしいけど、行くだなもん。シュッピキャッカーということで、5秒しっかりつけれたの。1、2、3、4、5。しっかり液をつけて行くだなもん。シュッピキャッカー。
キュロキュロキュ。ちょっと結構これなんかグロ、あの若干グロ動画だなもんね。ということで、あの落ちきらなかったので、もう一回片目に当ててくだなもんね。1,2,3,4,5シュピキロキロキロ。あ、すっぴん恥ずかしい、これ以上見せれないです。今日はここまでにしてくだなもん。シュピキロキロキロ。ということで、タノージのナイトルーティーンいかがだっただなも。やっぱりプライベート皆さん気になるから、今日はちょっとだけだけどもプライベートを見せてきてタノージも嬉しいだなもね。またタノージ系こういう企画してほしいですみたいなのがあったら、どしどしコメント欄に書くだなもな。もうタノージちょっと動画2本目にしてちょっと人気 YouTuber になっちゃうだなもな。ちょっとあのなんかコラボしたい人とかいたらぜひお声掛けください。 DM とかリプとかでお気軽にお声掛けくださいだなも。ということで、今日はタノージのナイトルーティーンだなも、今度メイク動画とかもご紹介できたらなと思ってるだなもね。あのみんないろいろ大変な病の中だから頑張ってこうね。タノージはあの顔がいいところ顔がいいから顔がいいところを発信して皆さんを癒すことしかできないけれども、これからもタノージ YouTube 頑張ってくだでもね。ということで、今日はありがとうございました。またねー。